せとけ。患者の運命は俺が変える。変身。俺は仮面ライダーエグゼイド。やってやろうじゃねえか。このゲームは俺がクリアする。大変身。ノーコンテニューでクリアしてやるぜ。お前らの思い通りにはさせない。フィニッシュを決めるのは俺だ。よっしゃー、ゲームクリア。研修医、お前の存在はノーサンキューだ。オペは俺がやる。ゲーマードライバー、ライダーがシャット変身。俺は仮面ライダーブレイブ。これよりバグスター切除手術を開始する。術式レベル2。リスクが高すぎる。仕切り直しだ。俺に切れないものはない。俺が求めてるのはガシャットだけだ。さあ勝負だ、天才ゲーマー。変身。俺は仮面ライダースナイプ。ミッション開始。どけ。目障りだ。第二戦術。天才ゲーマー、いい気になるなよ。ガシャットは俺がいただく。ミッションコンプリート。はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、ということで今日はこちらでございました。仮面ライダーエグゼイドのエグゼイドアームズ2、ナルマイティアクション X ガシャットと、ナルタドルクエストガシャットと、ナルバンバンシューティングガシャット。この3つ食玩だね。これを使ってちょっと口パク対決をしていました。栄心君と私、どっちが口パクがうまかったのか、この辺にまたね、アンケートをご用意してますので、ぜひお答えいただければなと思います。はい、ちょっといつもとね、構成が違う。ちょっといつもとね、構成が違う感じでね、やってみました。はい、はい、ということでこちらがナルマイティアクション X ですね。はい、クリアのパーツでできてます。このスイッチの部分を押すと音が鳴るようになってますね。ここスピーカーだね。裏側はこんな感じになります。はい、あとエグゼイドのこのパネルもついてきてるね。これゲーマードライバーの方でしょ。そっちに多分くっつけんだよね。そうだね。うち持ってないけど。タドルクエストとバンバンシューティングはこんな感じですね。同じようにクリアパーツでできてます。はい、今回ねすごい良かった。食玩のこのシリーズ持ってなかったんだけど。やっぱね、それぞれのキャラの音声が鳴るのがいいよね。とっても気に入りました。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は是非いいねボタンお願いします。はい、そして是非お友達にもシェアしてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。